腹は人間や動物の体における銅の下半部の名称。腹部とも言い,い、話し言葉ではお腹とも言う。なお人類の腹部の内下方を下腹部という。哺乳類では胸甲と骨盤の間にあり、内部に消化器、生殖器を中心とする内臓の大部分がある。胸甲との間には大角膜がある。人間の腹は肋骨に囲まれた胸郭から下の 足の付け根までの胴部を指す。水落ちのあたりは深下部、その左右は記録部、記録部のすぐ下は側腹部、そしてへそがある部分はへそ部と呼ぶ。腰骨の部分は腰とも言うが、その前側は下腹部と呼ぶ。腹部は見かけの上では特に目立った構造のない滑らかなもので、中央やや下方向の正中線上にへそがある。 またさらに下方の股間には、泌尿生殖系を含む外陰部が見える。成長期以降には、へそからこの部分にかけて陰毛を生じるが、その範囲には個人差が大きい。体内ではそのほとんどを消化器系のうち、十二指腸、小腸などが占め、次に大きいのは肝臓であるが、胃と肝臓は、肋骨の範囲に収まる。さらに泌尿生殖器系がここに含まれる。また、 皮下脂肪の蓄積する部位としても知られ、中年太り、ビール腹などはこれを指すことが多い。女性の場合、初刑の1年以上前までは腹が前に突き出た形になるが、初刑の1年前後でまっすぐになる。妊娠中は、子宮が大きくなるとともに腹が前にせり出していき、出産後は元の状態に戻る。その後加齢してくると、へそ周辺下腹全体付近の順に腹が、 出てくるようになるが、加齢による腹の出始める時期や腹の出るスピードは個人差が大きい。無脊椎動物においても腹部が区別される例が多々ある。接触動物では複数の大切の接合によって構成されており、それらは機能的に分化した複数大切に区分される。そのうち前端の口と後期、感覚器の集中する部分を頭部、それに続く、 ふわしなどのある区画を胸部といい、その後ろの部分を腹部という。昆虫やクモ類の場合には呼吸のための肝が付けられ、先端部には産卵管などの生殖器が収納されている場合が多い。また、消化管の使用部分も腹部にある。甲殻類の場合、腹部はむしろ内臓があまり含まれない。エラや、UA 足があって、運動に寄与する例もあるが、耐火傾向が見られる例もあり、 カニ類のように見かけ上なくなっている例もある。その他、動物の体が左右相称のもので、主要な内臓を多く含む部分を含むという例が多い。また、より一般的な表現として、動物が気質上に定位した時に気質に向ける側を、覆面、反対側を背面とする。また、かつては、人の本心や根源的な何かは腹に宿っていると考えられていた。 胸や胸の内よりももっと深いところという位置づけである。現在でも表現として日常的に用いられている。胃腸の意味子宮、体内の意味感情や、本心の意味バストと処刑の秘密の関係マタニティのお腹の変化下着で始める体のエイジングケアお腹、ヒップ変。ありがとうございます。